はい、128漢方処方分析109番の詳細ことが気胸石膏です。一行解説、喉の症状にそして字のごとく石膏剤です。だから冷やすって意味ですね。抗生生薬9個、石膏、西膏、半夏、黄金、気胸、体操、人参、肝臓、消去です。15分類は西膏剤に該当します。西膏がありますから。気胸があるんで生薬の方向性から排尿作用があると分かります。簡易版では0点、まあ詳細行動ですからね、詳細行動が0点になるように簡易版は作ってありますから。精密版では石膏があるんでプラス1点になります。石膏があれば強く冷やす漢方といってあっています。西膏があれば小腰病気に向いている漢方薬と言ってください。さて保険病名、咽喉が腫れて痛む次の諸症点々とあって、咽頭炎ね、あ、扁桃炎、扁桃周囲炎と書いてあります。こんな症状にも耳下腺炎、中耳炎、花粉症、長引く風邪、肺炎、まあ詳細ことですからね、基本幅広く何でも聞いていいはずなんですね。詳細ことに冷やすものが入っているってなイメージでいろいろ使ってください。ルールからイメージできる典型的患者像、分類チャートから最後剤となる生薬の方向性からは気胸があるので肺の作用である。拒絶スコアは簡易版では黄金と人参でプラスマイナス0となり、精密版では石膏があるので1点となる。カーネスのルールではファーストステップで石膏あるのでオートマチックに冷やす漢方になる。腹部所見は西膏剤にて胸胸腔がヒント、肋骨球かなっつうね。西膏剤があれば小腰病、そして舌は厚い白帯、脈は中間ね。西膏、黄金、気胸は一つでも該当すれば小腰病気になるね。よって、109番の小細胞的胸石膏は当然ながら小腰病気の薬です。ワンポイントアドバイス、字のごとく詳細ことを9番に気胸と石膏が加わったものである。詳細ことは慢性炎症の万能薬だが、肺の作用の気胸と冷やす症薬の代表である石膏が加わるとなぜか耳鼻科疾患向けとなる。詳細ことか気胸石膏109を他の訴えに使うことは稀である。しかし使っていいんですよ。炎症性疾患にはどんな領域にも使用できそうに思えるが不思議なことだ。実際に風邪が長引いた時に肺炎の慢性期にこの処方が処方することもある。さあ、生薬から見れば当然こんなのに効くだろうってのは類推できるんですね。で、詳細ことを9番には赤字や乾くでいろんな禁忌が書いてあります。ところが詳細ことに気胸と石膏を加えると一気にその禁忌の、ね、文言がなくなっちゃうんですね。だからまあ漢方らしいというか、まあ、詳細ことがあえて、ね、2、30年前にちょっと使いすぎてね、まあ、30年ぐらい前かな、結構たくさんの人が不幸なことになって、まあ、警告って意味で詳細ことに文言があると思ったらいいと思います。詳細ことに本当に悪さがあるんなら詳細ことか気胸石膏にも注意喚起が僕は来るべきだと思っています。原点不詳です。日本で創作されたと言われています。で、浅田総博の不都合薬事総監決にも記載はありません。はい、128漢方処方分析でした。以上です。